4月18日宜野湾チュイシージータイム始まりました。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております。本日のお相手は地域福祉推進係赤峰舞と、相談支援係のよぎでお送りいたします。はい、そしてはい、FM 宜野湾の山内です。はい、いつもの3人です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、よぎさん、はい、あ、いや、今日はよぎさん、今日はよぎさんだから、はい、ちょっと、ね、今日は社協ラジオ初の試みであることもしようと思っているので、そうですね、はい、ちょっとミスター何でしたっけ、よぎさんは。おっしゃる通り、おっしゃる通り、ミスターおっしゃる通り、はい、なので生放送で午後5時までお送りしたいと思いますので、うん、皆さん最後までお聞きください。よろしくお願いします。はい、私たち宜野湾市社会福祉協議会、通称宜野湾社協では、中心地の人と人がつながる優しい町宜野湾を目指し、宜野湾市の地域づくりや福祉の推進を行っております。さあ、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスが797@fmgino1.com、 797@fmgino1.com、 そして FM 宜野湾ではユーストリーム、ツイキャスで、そしてサイマル放送で映像と音声をネット配信しております。はい、ユーストリーム、ツイキャスは FM 宜野湾のホームページから簡単に見ることができます。そしてサイマル放送もですね、スマホの場合アプリリスラジオダウンロードしていただいたら、このラジオがそのまま聞くことができますので、皆さんぜひそちらでもお楽しみください。ツイキャスでもですね、ぜひコメントで参加していただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは、今日はですね、今まで地域活動を頑張ってる人たちを中心に紹介してたんですけど、はい、これから宜野湾につながってほしいなとかいう人たちを呼んで、はい、人を呼んでこの社協ラジオがまた新たなつながる場になってほしいなっていう取り組みを今年度やりたいと思うので、今日はその第一弾をいきたいと思います。はい、それでは幸せをつなぐ宜野湾チュイ CG タイム始まります。はい、4月18日水曜日、宜野湾チュイ CG タイム始まりました。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております。さて、この時間はふくふくトークになるんですけども、はい、今回は宜野湾市にぜひつながってほしいなって思えるゲストさんを呼んで、うん、この社協ラジオを通してまた新たな出会いの場、きっかけの場にしていきたいと思います。早速ですが、今日のゲストはソプラノ歌手の、めっちゃ緊張してるソプラノ歌手の曽根さんに来てもらいました。イエ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 イ
マイクを使わないで歌をね、いろんなところで歌わせていただいているんですけれども、ソプラノ歌手の曽根妙子と申します。今現在は静岡、沖縄、東京の3拠点で心と音楽教室を主催することと、あとは演奏活動をさせていただいております。でまた企画の面ではあのふるさとプロジェクトというプロジェクトを昨年あの文化庁の予算からあの助成いただいて、あの、ま、静岡県の松崎町という西伊豆にある場所なんですけれども、はい、そちらであの地域創生をテーマにこう、はい、歌をきっかけ歌でしたり、うんうんうん、あのアートイベントだったりとか、はい、そういうものをきっかけにこう地域の方々がやる気になるよう な, うそ, うなんです。それが地域活性化ではないかと思いまして、すごいです、ね、それちょっと社協とつながりたい、はい、人だなって、ね、ありがとうございます思います。ちょっとですね、コメント来てるので紹介していいですか。はい、モーミーさん、あ、モーミーはん、マイ、タエコさん素敵な人ですねって来てます。いや、私は美人なんですよ。あ、ヨギさんも素敵ですよ。ヨギさん、はい、おっしゃる通り、おっしゃる通りで、ミスターおっしゃる通り、おっしゃる通りも今日は来ております。なんかすごいプチブームになってますね。ミスターおっしゃる通り、そう、タエコさん素敵な方で、私、なんでタエコさんが今回ゲストなのかっていうのも、はい、いつものヨギさんと山内さんにお任せしたいと思います。めっちゃ振りが雑ですよね。雑だし斬新な振り。そう、初めてだったなと思いますよ。はい、そうですね。やっぱね、なんでこの曽根さん、まず僕が社協の舞さんと会わせたかったかっつったら、はい、やっぱり曽根さんは沖縄でもそのいろんな公民館とか、うん、あるいはその老人施設っていうんですか、はいはい、とか、はい、あとはその、まあ、どこだっけ、学童さんですね、小学校、そうですね、沖縄市だったらあの宮里小学校にもお伺いしていただきましたし、あと適応施設って言いますか、うん、こう不登校になってしまった、うん、あの生徒さんの前で、それこそ今流れている大切なものほど目の前にあるっていう曲を中心に、うん、私の生き方、はい、っていうのでお話しして歌って、お話しして歌ってとかっていうように、うあのいろんなことがあるけれども、うん、そう乗り越えていこうよって、諦めないでっていうメッセージとともに、うん、今沖縄にいろんな場所で歌わせていただきますね。だからやっぱそれを聞いて、やっぱ宜野湾でもそういうのをやっていただきたいなと思ってですね、はい、ぜひ それでつなげたかったんですよ。紹介されて、はい、おー、なんかいいぞみたいな、宜野湾市でもやりたいぞ、ビビッと来てラジオにお願いしますって言って、はい、で自分だけじゃ不安だからミスターおっしゃる通りさんを呼んで何かできないかなってこの場で考えながらやりたいなと、はい、おっしゃる通りさん、そうなんですよ。名前よりもおっしゃる通りを覚えてしまいましたね。そうですね、大丈夫ですよ。それで大丈夫です、はい、あのだんだんね、地域からちょっと離れてるので、ええ、そうですね、部署も変わって、寂しくなってるんですけど、部署も変わってね、相談のメインになってるので、はい、地域づくりはだいぶ先輩なの で、はい、そうですね、また一緒にまた係を飛び越えていろんなこと企画できたらなと思ってるので、はい、すごく大事なので、はい、とりあえずビビッとで今日は組んだっていう、はい、そうです、はいはい、打ち合わせするときに少しお伺い話聞いたんですけどね、うん、歌と地域づくり、そうそうそう、私たち福祉で地域づくりじゃないですか、はい、うん、そうなんです、ね、歌で地域づくりって初めてお伺いして、どういったところでこうやっていくのかなっていうところが私の中で疑問だったので、はい、やってみてどうだったのかなっていうのを少しお伺いしたいなと思っていて、なんかやってみてどういったことを感じたとかありますですよね。まずはじゃあこの地域づくりのプロジェクトの、はい、あ、ね、まあ、概要っていうか概要、うん、少しお伺いできたらいいですね。そうですね、ふるさとプロジェクトっていうのは、ふるさとはあの日本語のふるさと、ひらがなではなくてですね、うん、FULL のふるに里のプロジェクトなんですけれども、うん、あのそれじゃあふるっていうのはお腹いっぱいふるなんですけど、じゃあ何で里を満たしていきたいか、里っていうのは町だったり、はい、あの市だったり、あの大きく日本がね満たされてたらいいなと思うんですけれども、今芸術っていうのはなんか芸術鑑賞のことが多くてですね、はい、例えばまあコンサートやってて、コンサートのすごい技術聞きに行くとかっていうことが多いと思うんですけど、うん、はい、技術だったり、うん、まあ、プロフェッショナルの、うん、なんですけど、それだけじゃもったいないじゃないの、音楽ってって、そもそもなんか沖縄とか特にそうだと思うんですけれども、歌みんなで歌って盛り上がったりしますよ ね、 そうですね、踊ったり歌ったり、そう、はい、そんなのでそうやって歌でだけではなくてですね、今プロジェクトコーディネーターの先生方がいら、あの
あの文化庁の女性いただいている時にはいらっしゃって、はい、その方が今、はい、実行委員になってくださったんですけど、うんうんうん、私がその委員長をさせていただいておりまして、でそ の, あの実行委員としてあの何ですかね、ものを作る、ものづくりだったりですとか、うんうん、プロジェクションマッピングで映像を作ったりするような先生方、はい、絵本を作ったりするような先生方がこう入ってくださって、うんうん、そのアートで満たしていきたいっていうようなことで、はいはいはい、そう、音楽だったりあの美術、うんうん、そういうものをツールとして人と一緒につながっていくことができたらいいなということで、うんうん、今ふるさとプロジェクトやらせていただいております、うん、でそれこそ先ほど街づくりで大変、ね、良かったことだったりとか、ね、はい、歌でっていうことなんですけど、はい、まあ、私は歌手なので、うん、歌に関して言いますとみんな持ってる楽器なんですよね、声っていうのは。だからそこを歌いたいって思ったら、うん、ある意味歌えるんです、うん、ただそれをチャレンジする場所ってある意味なかったりしますよね、うん、なのでこう地域で例えばこう老人ホームに行って私が歌ったりした時に一緒に歌いましょうやったりとか、うん、その地域の公民館みたいな場所でやったりすると、はいはい、本来ホールでないと聞けないような音楽がそういう場所でやったりすることによって皆さんも関わることができてですね、うん、自分もやってみることができるんですよね、はいはい、そういったことで、あ、楽しいなって、うん、でそれをきっかけに、こういうことで街づくりができるのか、街、うん、づくりってつまり何ですかって時に人がやる気になるって、じゃあ自分もその歌だったりとか美術のアート作品見て見たことをきっかけに、あ、なんか自分も挑戦してみようかなって思えたら、それが地域活性化になって、それが人のためになっていくっていうようなことを思ってるので、そういったことで自分もちょっとできるんじゃないかと思ってもらえたっていうことですね。はい、でそれで実際今松崎町の方では町の町民の方がそうですね、自分も歌ってみたいって、じゃあ何よってことなんですけど、実は松崎町の歌っていうのを作りましてですね、うん、はい、で今メロディーだけできてるんですね。それはプロの作曲家に松崎町に来ていただいて、はい、うん、私とってもいいところ情景だと思ったのですね、うん、はい、なのでその情景を音にしてくださいって依頼してですね、すごい、だから実際メロディーが素敵なんですね、うん、でそれを聞いた町民の方が自分も歌ってみたいってことで、実はその2ヶ月後に私と町民のコーラスと、はいはい、海外ドイツの方で修行されたトロンボン奏者の方とピアニストと一緒にコンサートをやったりですとか、うんうんうん、そう、その松崎町の歌をツールとしてみんなとつながっていく、そう、作詞だったらできるよとか、うんうん、これだったらできるよっていろいろあると思うので、自分の得意なものを出したりとか、そうです、だからみんなできることで地域がこう賑やかになっていくっていうか、素晴らしいですよね、うん、素晴らしい、音楽を通して自分で本当かって今突っ込んでみた感じのなんか、ね、なんかあれでしたね、まあ、だけどいいじゃないですか、音楽通しておっしゃるように自分ができることだし、そうそうそう、自分で作曲できるとか、はい、何か誰かのためにやりたいっていう、あれですよね、このさっきおっしゃった誰でも持ってる楽器っていう、ね、持ってる楽器です、ね、この発想が素晴らしいなと思って、福祉にはなかなかないですよね、そうそうそう、はい、だから誰でも本当に参加できるっていう、ね、そうなんです、ここがねやっぱいいなと、そうで、やる気になったらです、だから、うん、だからやる気になってもらうにどうしたらいいんだろうとか、うん、だからいっぱい聞いて聞いて、うん、すごいアナログにやってるんです、はい、だからただチラシ作って置いとくだけとか、なんかインターネットでやるのよくなくって、うん、一件一件本当に一人一人お話をさせていただいて、うん、そうやらせていただいてますね、なんかすごい共通する部分が、そこは私たちと同じだよね、そうだから的にはなんか今日はぜひって感じなそうですね、アバウトでもう気持ちだけが先走るんですけど、あ、わかります、大丈夫です、でせっかくあれ何ですか、クレームですか、今大丈夫です、ソネさん来てもらってるので、うん、はい、ちょっと歌も聞きたいですね、聞きたいなと思って、はい、いいですか、いきなり振って、はい、大丈夫です、もう曲が決まります、まあ、すごいプライベートなことなんですけど、はい、なんかね、山内さんが昨日誕生日だったってお聞きしたので、うん、おめでとうございますありがとうございます、そうで、私はいつも誕生日の時、じゃあ何歌ってるかっていうと、もうハッピーバースデートゥーってありますけれども、はい、命っていう歌があって、それはいつもアカペラで、いくらピアニストがいてもコンサートの時アカペラで歌ってるので、うん、それをちょっと短い曲ですけど歌わせていただきたいと思います、歌詞に注目してお聴きください、はい、命がこんなに尊いのは神様が心込めてるから、命
してあなたが生まれた。決して一人ではなかった。みんなで守るよその命を。心と体傷ついてもあなたの命は変わらないよ。美しく光輝いてる。生きて生きて生きてほしい。かけがえのないあなたの命。誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい。すごい、なんか自分誕生日じゃないけど嬉しいです。もう本当にちょっと感動しました。やばいですね。いや、ぬちだから、ぬちだからです。ぬちずだから、ぬちずだからっていう言葉がありますね、沖縄の言葉で、うん、で私もなんか命がなくなるとか、あの消えてしまうっていう病気ではないですが、持病があって、自分もなんか命大切だなって本当に自分自身が思って、うん、てるんですけど、はい、そんな時に沖縄に自分が体調が悪い時に来た時に、はい、本当に沖縄の皆さんに支えていただいたってことがあるので、本当に沖縄の土地で地域の方々に何かためになる、役に立てるのであれば、何かね機会があれば歌わせていただきたいなと思ってます。もうですね、ちょっとやばいっす。曽根さんを紹介してくれた力さんという、うん、はい、あのちょい悪い親父がいるんですけど、その人がコンサート行って号泣したっていう話聞いたんですよ。もう分かりますね、本当にやばい。でも本当にありがとうございます。もみさん、ゆくしだろデイジー透き通ってる声、うん、はい、ということですね。クラッカーも来てますね、うん、もみさんのメールは、あ、一応読めますよ、大丈夫です。いや、あのなんかね、メールも来てるみたいで、うん、でもで、ね、今ちょっと感無量すぎて、感無量合ってます？はい、合ってますよ。合ってます合ってますよ、日本が合ってますよ、日本が合ってますよ。なんかもう胸がいっぱいです今。ありがとうございます。まあね、やっぱりこの歌声に力があるっていうのはすごいいいですね、うん、なんか、うん、ありがとうございます、うん、ヨギさん、はい、ゆきさんもやりたいですね、まとめてください、ね、ちょっと。もうちょっと無理だな、山さんも立つな振り。じゃあちょっとモーミーさんメール行ってみますか。ハイサイ、ハイサイ、山内さん、いつも可愛いマイ、モーミーアイビー氏が、はーい、ソプラの歌手の太鼓さん素敵っすね、ありがとうございます。私たちもたまにライブするんですけど、とても太鼓さんとは程遠い演出なんですよ。太鼓さんのソプラの演奏でぜひランナウェイを歌ってみたいです。毎27日の茶炭美浜のライブ、モッツのライブに見に来ないと安心、またやーさいということ で、はい、27日にこの子どもの貧困関係の、チャリティーライブをやるってことで、はいはい、でね、皆さんぜひ今日の夜9時のラジオでも告知があると思いますので、ぜひよろしく聞いてください。はい、はい、というわけで、ヨギさん、これは何か、ね、曽根さんのこの歌声を生かして自分たちも何かチャレンジするっていうところにできたらね、はい、あまり歌は上手じゃないんですけど、歌詞で頑張ろうかな。はい、歌詞、ギノワンの歌作りたいですね。そう、ギノワンの皆さんもやっぱ歌作りたいって話がね、自治会長会とかもあったりとか、そう、できることをできるだけっていうのが、私本当に自分もずっとそうやって生きてきたので、うん、なんかだからいろんなことが引っかかるような、それがね、文化だったりすると思うので、うんうん、そういうことでやれたらいいですね。チュイシジの心、そうなんです、これチュイシジの心をギノワン氏とっても大切にしてて、 その解説をヨギさんが今、はい、私ができる範囲で思いやりを持ってできること、なので無理はしないんですよ。いや、今鳥肌立ちましたよ。本当ですか？そう、なんかできる範囲、ね、今おっしゃったところと同じです。そう、テーマは一緒ですね。一緒です、背伸びはしないです。そうです、できる範囲でやりましょう。やりましょう。無理をしたら体を壊しちゃうんですよね。そうです、体壊して分かりました。なので ね、 ね、また私たちもチャレンジする心を持って一緒にできたら面白いなって思います。嬉しいです。なんかこの歌と福祉
って、まあ、ソプラノ歌手と私たちは離れてる部分があるけど、やっぱ繋がるやり方とか、この相手のためにとか、はい、このお互いのできる範囲でとか、いろんなことはすごい共通することがあるんだなと思うので、はい、またなんか歌を聴いて自分たち励まされることもあるし、自分たちは逆にそれが声かけとか訪問なのかもしれないし、なんかそういういろんな気持ちを持ってる人たちがつながる場に本当に作りたいなって今改めて、このラジオすげーみたいな自分で言うのはあれなんですけど、なんか最初はねどういう風にもうドキドキされてますもんね、バッティングしようって思ってたけど、ね、もうなんか泣きそうなぐらいです。ヨギさんよかった、一緒にいてくれてちなみに、まあ、はい、告知も、あ、そうですね、いいですか、あ、いいですか、ありがとうございます。はい、今おもろ町にあるカフェカノンさんっていうところがあるんですけど、うん、ジョジョ園の下で野上の上です。はいはい、だから2階です。そちらでピアノがありまして、うん、そちら普段はレストランされてるんですけれども、すごい料理も美味しいですね。でそこで今毎月第3火曜日の夜、うん、心歌コンサートカノンっていうインカノンでやらせていただいてるんですけど、5月の22日の7時30分から3000円でミュージックチャージとワンドリンク付きで、今回は沖縄で活動されている桜井萌さんというジャズピアニストの方とのコラボなので、私のクラシックがですねジャズっぽくなっちゃうんです。良さげだね。そうだからまたなんか全然違う雰囲気になるので、うん、で今回もクラシックの方とやってたんですけれども、それは4月にやったんですが、その時はまたバリバリのクラシック、沖縄芸大の男の子、23歳まだで大学院に行っててですね、本当これからもう沖縄で伸びていくんじゃないかという砂部あやとくんということをやったんですけれども、毎月定期的にやっていきますので、よろしければ曽根太鼓のホームページご覧になっていただければ、ね、今後の活動分かると思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。そうですね、今日曽根さんの話いろいろ聞けたので、また社協でもそんな企画ができるか、また、ね、持ち帰ってまた地域に伝えていきたいな。そうですね、ぜひ宜野湾の歌いい作りたいですね。この透き通った感じでできるかは分かんないんですけど、なんか何かしらね、やりたいですね、やりたいですね。なんか同じ気持ちを持った地域の方いっぱいいる、顔も多分お互いこの人いいなっていうのが浮かんできてるので、そうなんですね、なんかまたつなげられることができたらなと思うので、うん、そうですね、何かのきっかけになれば、はい、そうだから松崎町の歌は景色を感じてもらう曲だったんですけど、うん、はい、宜野湾の歌は何を感じてもらえる歌が、心がいいです。ああ、心、もうみんなの精神っていうんですか、そうだね、人間なんですね、人間がすごいので、じゃあこの人、この町の人たちすごいよっていうような、すごいっていうかこういう人たちだよっていうような分かる曲ができたらいいってことですよね。うん、じゃあもう本当にたくさんノミニケーションしたいですね。そうですね、やましたセッティング、すぐ普天間方面はすぐ OK って OK ですね。ちょっとじゃあお誘いください、お待ちしてます。はい、5月ずっとほとんどいるので。本当ですか。そうですね、5月10日から30までちょっと間宮古入りますけど、またこのいらっしゃる日って山内さんから聞いて、なんかくっつけられるものがあったら、ね、うん、そうですね、やっていきたいです、ね、ぜひ。今度はいつ帰るんですか。はい、明日帰るんです。明日帰る、はい、そっか、そうなんです。いつも飲めないですね、もう今日今日は空いてますよ、生徒さんたちと飲むんですね。今日入ってるわ今日。はい、めっちゃ個人的な。じゃあまた5月でも6月でももう家も借りてあるので、あの2年契約ですごい、あの本音求めていただけるならまた4年とずっとね、本当はいたいと思います。永住も考えてます。永住してください。はい、ぜひなんか宜野湾と、今日もね、三段館さんの方で行ってきたっていうのも聞いたので、ぜひ公民館とか、公民館一番いい、つなげて人間味を感じてください。はい、行けると思うので、はい、楽しみです。もうワクワクしてきました。また頑張ります、そのために。早いわ、ヨギさん一緒に頑張りましょうね。山内さんも、あ、もちろんです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、本当はね、もっとバックボーンとかも聞きたかったんですけど、はい、ね、ちょっとね、残り3分ぐらいだったからそうなんですか。うん、そうですね、うん、ちょっとまた次回、はい、次回、はい、またやっていきたいと思います。はい、まあ、こんな感じでまたつながる場の番組も作っていきたいと思いますので、はい、皆さんぜひまた声をかけてください。はい、はい、もうどこ触ってるのさんもこんにちはってことでありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけラジオネームよ。あ、ラジオ、うん、
はい、もう30秒なんで、はい、いいですかというわけで今日もあの終わりたいと思いますので、はい、せーのでさよならで終わるので、はい、一緒に行きたいと思います。それではせーのさよなら。